本日は新型コロナウイルス感染症の拡大が懸念される中、当社株主総会にご参加いただきまして誠にありがとうございました。株主総会に引き続きまして当社の事業を特に成長戦略分野に特化してご説明させていただきます。当社の成長戦略の柱は、新規事業でありますリチウムイオンバッテリー、リブ再生事業の早期収益化であります。2013年以降取り組んでまいりましたレアメタル回収事業の集大成として、市場規模の拡大が大いに見込まれるリブ再生事業に取り組んでまいります。目指しておりますのは、使用済みのリブから主要金属を回収いたしまして、リブの原料へと再生していくリブトゥリブの実現でございます。各種メディアでも報道なされております通り、これに我が社は一定の目処をつけることができました。2020年9月期は厳しい事業環境下でした。一方で、持続的な成長を果たすことができるよう、事業構成の見直しに着手し、リブ再生事業へ経営資源を集中できる体制を整えました。はじめに、当社のレアメタル事業のこれまでの歩みについて簡単に振り返ってみたいと思います。当社は2013年にレアメタルリサイクルの研究開発拠点をいわきに設置し、研究開発を本格的に開始して以降、数多くの実験を繰り返し、技術の確立と実用化、事業化に取り組んでまいりました。ただし、この10年間を振り返ったとき、正直なところ、必ずしも事業として成功を収めることができたわけではございません。取り扱うメタルの価格の下落や需要の低下など、一朝一夕でいかないことも多々ございました。しかしながら、この10年近くの歳月の中で、培ってきましたレアメタルにかかる回収技術が当社の力になっております。例えばレアメタルに関連する特許はすでに消滅済みのものも含めますと15件取得しております。これまで蓄積してきましたレアメタルリサイクルの技術とノウハウを生かす事業がこれから行うリブ再生事業であります。ここでレアメタルとはどのようなものか、またレアメタルを取り巻く場合についてご説明申し上げます。レアメタルとは、地球上の存在量が稀であるが、技術的経済的理由で抽出が困難であり、安定供給の確保が政策的に重要な非鉄金属と、これは多分、お役所の定義だと思いますが、これを指します。具体的に申し上げますと、周期表でこの、色塗りをしているこのブルーの金属がレアメタルでございまして、このグレーの部分、まあ、ちょっとこれは正確にもっとブレイクダウンしますと、ここ全部になりますが、ここの間におります金属たち、これをレアアースというふうに呼んでおります。ですからレアアースはレアメタルに含まれるというふうにお考えいただいて結構です。この中でも特にこのコバルト、ニッケル、リチウム、コバルト、ニッケル、リチウムですね。この3
三元素が私どもの行っておりますリチウムイオンバッテリーの主要三元素と呼ばれるものであります。レアメタルはこのこちらで示しておりますとおり、電子部品や二次電池、その他成長産業における最先端のあらゆるデバイスに多く使用されている金属でございます。このようにさまざまな最先端デバイスに使用されておりますレアメタルですが、メタル等でもよく報道されますが、資源の偏在性が課題であります。右側の赤枠で囲っております通り、この例えばコバルト、リチウム、タングステン等とございますが、主要3カ国、トップ3カ国でほぼほとんどのシェアを占めております。産出国が非常に偏っているということが言えます。しかもこれらの産出国を見てみますと、コンゴ、リパブリック・オブ・コンゴ、ロシア、チリ、中国、ベトナム、ブラジル等々、地政学的リスクを抱えているところが多いということも特徴であると言えます。レアメタルを調達する必要がある国内メーカーは、供給不安や価格が激しく変動するリスクと常に向き合いながら、海外からの調達に頼らざるを得ないというのが現状であります。こちらはレアメタルを取り巻く課題の現状をまとめたものであります。資源調達の課題として、原料の安定量の確保、調達価格の変動の大きさがあります。よって安定量を安定価格で調達するサプライチェーンの構築が喫緊の課題でございます。またサプライチェーンの中で発生するレアメタル含有物が国内で再生されることなく海外事業者へと転売されていることももう一つの課題であります。さらには海外でどのように廃棄処分なされているのかが不透明であり、環境破壊につながっている可能性もございます。当社がレアメタルのリサイクル再生を行い、資源の供給源となることによりこうした課題を緩和することが可能となります。資源が絶え間なく循環し続ける仕組みを構築することが目的であり、メーカーのニーズを満たすとともに社会的にも意義深いプロジェクトであります。これまで皆さんが よくお聞きになっております、地産地消、ある場所で生産したものをその場所で中心に使っていく、これに加えて新たにその土地で再生される地産地消地再生、これは浅田が言った言葉でございますが、来年の流行語大賞になるのではないかと思いますが、地産地消地再生、ここを縮めて地元でのリサイクル、地再生と呼んでもいいのかなと思うんですが、これを実現していくというのが浅田移転の最終目的でございます。当社の考えておりますリブ再生事業のビジネスモデル、事業構想についてご説明申し上げます。当社のリブ再生事業は、リブ製造工程の各メーカー、さらには市中から発生するリブスクラップ等々を回収し、リブの材料を抽出生成することにより再びそれを資源化するものです。当社技術の強みは、リチウムイオンバッテリーに含まれるコバルト、ニッケル、リチウムの3元要素すべてを高
収率で回収することができる点にございます。保管用途を目的としてコバルト、ニッケルを回収している企業は他にもございますが、リチウムイオンバッテリーを念頭にリチウムも含めて主要三元素を残さず回収する技術を有する企業は現状他に例を見ず、当社はこの分野での先駆けであると自負いたしております。市中に出回っていたリブの廃棄品を余すことなく回収し、電池材料に戻すリブトゥリブの実現により、電池メーカー各社の原料調達リスクを軽減するとともに、同条約の資源循環を実現することを可能といたします。当社がリブ再生事業に取り組む背景には、リブ市場の高い成長率への成長性への期待がございます。リブ市場は今後 EV 電気自動車の普及に伴い、車載用バッテリーを中心として市場規模が大きく拡大することが見込まれており、10年後の2030年には現在の約 2.5 倍まで市場規模が拡大すると予想されております。ただしこの 2.5 倍という数字も非常に、控えめな保守的なコンサバな数字でございまして、今週先週、小池知事の発言にもあった通り、世界の国々主要都市でいわゆる EV 新車販売を EV に制限するという法案がどんどん決まっておりまして、東京都も2030までに EV 含む、ハイブリッド、今後がちょっと、若干の、逃げ道になりますが、EV プラス、ハイブリッド HV で、しか新車販売はできないと、こういった動きがどんどん加速しておりますので、この 2.5 倍という数字は非常に控えめな数字であるということが言えると。しかし、そうした市場拡大の一方で、リチウムイオン電池の主原料であります、コバルト、ニッケル、リチウムの三元素の供給については、原産国の情勢の影響が大きく、5年後には需給がアンバランスになるという予想も出ております。これがコバルト、ニッケル、リチウム。それから、この、ピンクが供給の線で、それに対して、需要はこの棒グラフ、棒グラフが需要、ピンク線が供給、そうしますと、それに対して価格がどんなふうに変化していくかという予想でございます。今後の事業計画といたしましては、研究開発や設備投資を集中的に行い、リブ市場の拡大と合わせて当社の事業規模を拡大していく計画であります。まず第一段階といたしまして、2022年をめどに工場からリブを生産しております工場から排出される工程内での廃棄品を中心に、中規模ながらの量産を開始し、電池材料メーカーへの原料販売を開始いたします。これは工程廃棄品からのリブトゥリブというふうに私どもは位置づけております。続きまして、第二段階といたしまして、その直後の2023、4、5、この3か年をめどに、本事業の趣旨にご賛同いただける動脈の企業、それから私どもに代表されます静脈の企業、こういうのに合わせて動静脈、
というふうによく言いますが、要はプライマリーから作る事業と、それをリサイクルして戻す事業、同乗客の合体、このアライアンスをしっかり組み、これに民生、先ほど申し上げました工程内廃棄物に加えて民生用の廃流、民生の廃流といいますと、例えば皆さんのスマホに入っている電池ですとか、パソコンに入っている電池等々が民生用というふうになりますが、これらの廃流を原料に加えてまいります。そしてその処理能力を拡大させる計画をこのビデオでやっていこうというのが第2段階の計画でございます。すでに複数の応募先の企業様と交渉を開始いたしておりまして、協議を進めている段階でございます。そして最終段階として2025年以降でございます。これはあくまでも2025年以降と申し上げますのも、このタイミングで市中から回収されます使用済みの車載車に乗せておりますリチウムイオンバッテリーの再生を、これ以降のピリオドで開始していきたい。これはハイエムからのリグトゥリグの最終実現ということになります。これが最大の目的ではございますが、今申し上げました通り、まずはリチウムイオンバッテリーがもっと世の中に出ていくということを我々は想定しています。で、出てった後に、まあ、しばらくの蓄電池として使われるピリオドというのもバッテリーのグレードによってはあります。で、バッテリーによっては蓄電池を経ずにそのまますぐにリサイクルに持っていかれるグレードのものもあります。要はやはりこれ以降については様子を見てみないと状況はわからないということも実際ございます。ただ言えることは、2025年以降2030の世の中の大きな動きを睨みながら、このイブドゥイブのステージをここで完成していくというのが私ども朝会店の計画でございます。本プロジェクトをおおよそ計画通りに進めることができたならば、最低でもリチウムイオンバッテリーの材料の国内供給のシェアを 10% 程度獲得するに至ると考えております。その場合、相場や需給バランスをかなり保守的に見ても、控えめに見ても売上高は最低でも現行の4倍、経常利益は30倍には到達するというふうに見込んでおります。リチウムイオンバッテリーの再生事業を既存事業と総影響をなす大きな柱へと育て上げ、持続的な企業価値の向上に取り組んでまいりたいと思っております。ご説明は以上となります。まあ、私ども朝霞県、約50年の歴史を持つ会社でございます。これまで行ってきました金属のビジネス、それから環境のビジネス、そしてシステムのビジネス、これも引き続き私どもとしましては、さらなる改善、成長の挑戦も続けていきます。ただし、一番重要なことは、この既存の、前任に加えまして、この新たな柱であります、自分再生事業の公認で、しっかりと会社を回していきまして、株主の皆様方に大いに満足していただける会社にしっかり成長させていきたいというふうに考えております。今後とも引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。本日はどうもありがとうございました。